定刻になりましたので、開始させていただきたいと思います。本日は株式会社ロボットペイメント2022年12月第1四半期の決算説明会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきますロボットペイメント社長室の進藤と申します。また、本日のスピーカーは代表取締役記憶健也、取締役久野壮太、執行役員藤田武人となっております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に決算説明会の流れをお伝えいたします。本日はウェビナー形式にて開催いたします。記憶久野藤田より本日開始しました、第一四半期の決算についてプレゼンさせていただきます。プレゼン終了後質疑応答の時間に移ります。どなたでもご質問いただけます。ご質問をいただく際は、Zoom のアンダーバーにあります Q&A というところから、ご質問を書き込んでいただければと思います。質問は、他の参加者様には見えないようになっております。Q&A からご連絡いただいた質問に対して、こちらで拝見し回答させていただきます。はい。最後に注意事項がございます。注意事項としましては、チャットという欄に、ご質問をいただきますと他の参加者様に、内容が見えてしまいますので、ご留意ください。また、お時間の関係上、またインサイダー情報の観点からすべての質問にお答えできない可能性がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。それではまず代表の記憶よりお話しさせていただきます。皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。ロボットペイメント2022年12月期の第一四半期の、決算説明会を、開始したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はこのような流れで、ご説明をさせていただきたいと思います。適宜担当者変わりますが、よろしくお願いいたします。それではまず最初にプロダクトの概要ですが、こちらは執行役員の藤田よりご説明させていただきます。はい、それでは私藤田からプロダクトの概要について改めてご説明させていただければと思います。まずですね、当社は2つプロダクトを展開しております。左側にお示ししているのが請求管理ロボットというものです。こちらですね、請求集金消し込み催促という業務をですね、効率化および自動化する、請求管理サービスになっています。B2B を行う企業向けのサービスになっています。で、最近だとですね、やはり IT っていうのがなかなかこう使いこなせないお客様っていうのはもちろん見えますので、一方で BPO と債権保証というのをセットにして全て丸投げできますよというですね、請求丸投げロボというサービスもございます。もう一つは右手にありますサブスクペイというものです。サブスクペイはですね、サブスクリプション事業者の顧客管理、あと定期課金ですね、これを行う管理サービス、サブスク管理サービスという形になっております。主に B2C 向けのビジネスを行う企業様向けに展開しております。ここから少し社会背景についてご説明させていただければと思います。企業を取り巻く課題という形なんですが、まあ、コロナですね、COVID-19、コロナが、こう出てきましたと。まあ、これもだいぶ前になってきますが、実際ですね、お客様と営業現場で対話する中でですね、企業を取り巻く環境というのはかなり変わってきているなと感じています。コロナももう何年も、もう2年ですね、経っておりますが、他にもですね、いろいろなこう社会不安というのがこう連続的に発生しておりまして、さらにですね、企業さんがコスト負担の増加ということが、起こってきてますね。まあ、原油高、まあ、最近だと原油高とか円安ですね。あと、まあ、最低賃金が上がってくるとか採用がしにくくなっている、こういった直接的なコスト増っていうのも起こってきています。まあ、こういったですね、外的要因っていうのがどんどん起きてきて、企業さんというのはまあ課題が増えてきているという中でですね、お客様からいろんな声をいただくことがここ最近特に増えているなというふうに感じています。で、結果ですね、持続的なという言い方あれなんですが、外的要因に左右されにくい、事業モデルの転換とかですね、あと運用コストっていうのを下げていきたいというニーズをすごく上がってきているなというふうに感じています。具体的にですね、まあ、よく景気に左右されにくいビジネスモデルというところでサブスクモデルであったり SaaS といわれるような月額固定の、月額の、モデル契約っていうのがあります。まあ、ここはですね、もちろん景気によって多少影響は出るんですが、基本的には売り上げが読みやすいですし、急に解約されるということもないですから、結果投資判断もしやすくですね、事業の運営というのがすごくやりやすいモデルというふうに言われています。そんな中ですね、現場に見ていきますと、
経営のところですね、経営者の声というところでいくと、やっぱり、事業モデルの転換ですね、今までの一物一家売っていくっていう考え方は難しいよね、やっぱりこう毎月毎月のモデルに変えたいよねとかですね、あとやっぱり組織、あとはコスト抑制というような、ニーズがかなり上がってきてるなと思ってます。一方新規担当、まあその事業を変えていこうぜとなると新規事業っていうのが出てくるんですけど、新規事業の担当者の方、もしくはそれを現場で回している経理の方ってなってくると、やっぱり管理工数増える、だけど新規事業って人を投下してもらえないよねっていう中で、なかなかこう初期投資を抑えながらどうやっていこうっていうのが課題にこうなってきます。で、経理の担当者の方になってくると、新規事業がこう月額のものになってくると、こう件数が増加していく傾向になりますので、やっぱり事業運営の中でミスを起こしていくっていうのはできない、だけど業務が増えていく、まあ、ここどうにかしなきゃいけないっていうのが出てきたりとかですね。あと、まあ、柔軟な働き方ってよく言いますけど、まあ、だいぶ落ち着いてきましたが、やっぱりコロナでまたテレワークが急に来るっていうのは、もう皆さん頭がもう2年間も3年間もやってますので、やっぱりこれどうにかしなきゃいけないっていうのは頭の中にずっとあるというのがございます。これを、こんなような課題をですね、解決するプロダクトを我々は展開しているということでございます。で、一つ目の請求管理業務のところですね、請求管理業務のサービスというのをちょっと具体的にご説明させていただきます。こちらはですね、請求管理業務の課題を DX と業務代行で解決するというのが軸でございます。例えば取引先が増えていくとですね、同じように、業務というのは増えていきます。で、業務が増えていっても、まあ別に売上が上がってるからいいじゃんというところもあるんですが、これ怖いのが、業務が増えると単純作業の連続になりますので、ミスも増えていくんですね。人って慣れますので、で慣れてミスが起きなければいいんですけど、ミスは増えていく。だけど経営に直結するお金を回しているところ、まあ、こういったところを僕らは自動化するというのが請求管理ロボ DX サービスになっています。で、ただですね、債権のところですね、 DX ツールではやっぱり債権保証というのはついてきませんので、債権保証と業務の BPO、 あと予診と督促、こういったものをセットにした丸投げロボというものも展開しております。実際ですね、お客様、事例のところになるんですが、まあ、事業安定というところで、まあ、GMO グローバルサインさんですね。で、もう一つ、新規事業というので、日鉄コア不動産というのをちょっと掲げさせていただきました。で、GMO グローバルサインさんに関しては、サービス自体はですね、コロナ前からやっていたんですけど、ここは電子契約になりますので、コロナ禍で一気にサービス需要が伸びた事業になります。で、自分たちも、まあ、GMO さんってこうテレワークにしますってなったんですけど、我々のサービス使っていただいたことによって、どれだけ件数が増えても、経理の方、まあ、業務が変わらず消し込みまで10分で終わるようになっている、要は変わらない、業務が一切変わる、量が増えずに、かつテレワークになりますので、普段と同じように自宅から行えることができたということになります。で、もう一つの日鉄工場さんはですね、ビジネスモデルの転換の方になります。スタートアップのインキュベーションオフィスをやって、新規事業で立ち上げまして、まさに新規事業のチームがですね、管理業務をスピーディーに、行っていかなきゃいけない。だけどコストを使えないと。新規事業でなかなか使えないというところで、我々の債権保証をセットにした丸投げロボをご利用いただきまして、新規事業のお金周りの業務を全て当社でやらさせていただいて、新規事業担当者の方は事業に集中していただくということで、スムーズに新規事業が転換できた事例でございます。はい。まあ、こういった形でちょっとサポートさせていただいているということです。もう一つのサブスクペイです。で、サブスクペイはですね、サブスクビジネスを始めるときに必要な機能がオールインワンで、顧客管理から請求までワンストップで提供可能ですというサービスになっております。サブスクビジネスっていうのは共通事項として、定期課金であります。で、さらに、安い単価で大量の取引を行うというのがモデルの特徴、すなわち契約を積み上げていって、ビジネスを展開するというものです。そうするとですね、スタート、事業スタートに必要になってくるものが、その大量になってくる顧客の管理のデータベース、あとですね、その大量の顧客管理を、たくさんの決済で、決済手段でですね、解決させる、まあ、こなしていかなきゃいけないという決済集金方法が必要になってくるというところです。で、まずこのサブスクペイというのはですね、この基本的に最初に絶対的に必要になる2つからですね、無料でご利用いただいて、無料じゃないです、ごめんなさい、サービスの中に入っておりますので、顧客のデータベースもついた形でですね、
契約管理をしていただいて、その契約内容に合わせた多種多様なですね、決済を自動で行うことができるという形で、最初の事業を始めるときに、低い投資で、管理が行っていただけるという形でオールインワンで利用できるということでございます。実際ですね、お客様の方を見ていただきますと、トラーナさんというお客様とプレジデントというプレジデント社様ですね、がございます。でトラーナ様は顧客管理の方をご利用いただいていて、まさにですね、2019年にサブスク大賞に受賞されて今拡大絶好調な状態なんですが、サブスクビジネスとして起業された時から我々の方を使っていただいておりまして、顧客管理っていうのを使っていただいています。なので、まあ、初めてやるぞって時に顧客管理の方を安い投資でですね、システムを通して事業を集中してコストを減らして、管理の時間も減りますので、これを事業拡大の方に使っていただいて、拡大した事例でございます。もう一つのプレジデント社様はですね、もともと皆さんご存知の通りビジネス記事をご利用いただいているところで、メルマガのコンテンツ、月額とかですね、の回収というところ、毎月毎月の定期購読で、コンテンツを拝見していただく、お客様に見ていただくというサブスクモデルを行っていただいています。ここはお客様によっていろんなパターンの決済が出てきますので、ここを柔軟にものがその契約によって変えていただくことによって、管理が簡単に自動的に決済を行っていくことができるようになったと。結果的にですね、他のビジネスですね、サブスクビジネスにも展開いただいてまして、いろいろな決済パターンというのをご利用いただいているということでございます。はい、ここが簡単にプロダクトのご紹介でございました。はい、次に私の方から2022年12月期第一四半期の全社の実績のご説明をさせていただきたいと思います。2022年12月期第1四半期の実績及び業績予想の進捗でございます。まず売上高に関しましてですが、左から2番目ですね、第1クォーターの実績、売上高が4億円、販管費3億2600万円、営業利益が3400万円、当期純利益が2300万円となっております。前年度同期比ですが、売上高に関しては 26%、となっております。以下はご覧の通りでございます。売上高、営業利益とも、予定通りといったところでございまして、通期の予想に関しても基調に出させていただきました予想と変わらず、レンジで出させていただいておりますが、ご覧の通り、基調の予想通りとなっております。はい、次に売上高の第一クォーターの進捗状況でございますが、一番下のグラフがですね、昨年の12月、2021年の進捗、第一クォーターが終わった時点で 22.7% でございましたが、今年に関しましては、レンジで業績の予想を出させていただいておりますが、下限と上限の場合、上が下限の場合、下が上限、真ん中が上限の場合でございますが、下限の場合は進捗率が第一クォーター終了時で全体の通年の 24.3%、 上限の場合は 22.9% といったところで、前年を上回っていくという状況でございます。はい、売上高の推移でございますが、21年の第一クォーターと今期の第一クォーターを比較すると、前年比 26.0% となっております。こちらはですね、通期の業績予想に対する第一クォーターの販管費の進捗状況でございます。昨年は 22.3% に対して今年は 20.1% という進捗率になっております。販管費の推移でございますが、昨年の第一クォーターと比較しまして 37.6% の伸びとなってございます。はい、次に第一クォーターの今期の事業別の実績をご説明させていただきます。まずは請求管理ロボからです。請求管理ロボの売上高の推移でございます。売上高は計画通りに進捗しておりまして、第一クォーター、昨年と今年前年同期比比較しますと 44.1% の伸びとなっております。主要の KPI、請求管理ロボですが、まず顧客単価とアカウント数でございます。まず顧客単価に関しましては、79,837円と
といったところでございまして、前年の第1クォーターに比較しまして 10.5% の伸びとなっております。アカウント数に関しましては、505に対して637といったところで 26.1% の伸びとなっております。次に、請求管理ノブの請求金額と、請求書の発行枚数の、推移でございます。まず請求金額でございますが、昨年の第1クォーターの時点で、これは、728億円でございましたが、今期は1110億円といったところで、まあ、52.5%、まあ、高い伸び率となってございます。また右側の請求書の発行枚数でございますが、昨年の第1クォーターが、37万5000枚に対しまして、今期は74万6000枚といったところで、まあ、100% 約倍になっているといったところでございます。はい、次にサブスクペイのご報告でございます。サブスクペイの売上高の推移でございますが、スプレッド、まあ、パーセンテージですね、お客様の決済金額に対するパーセンテージ、これが増加したことによりまして、第1クォーター昨年比較しまして 17.3% の伸びとなっております。はい、次にサブスクペイの主要 KPI でございますが、顧客単価に関しましては 5.2% の伸び、右側のアカウント数に関しましては 11.6% の伸びということで、もうすぐで6000アカウントを超える状況となっております。はい、次にサブスクペイの決済取扱高推移と決済処理件数でございますが、まず左側の決済取扱高の推移でございます。こちら昨年に対しまして 25.1% の伸び、約299億円というところでございまして、もう少しで300億円を超えるといった状況でございます。次に右側の決済処理件数でございます。こちらは 27.1% の伸びといった状況になってございます。はい、最後に主要 KPI でございます。はい、両事業の主要 KPI を並べさせていただいております。まず ARR に関しましては、ロボが、6億1000万円、サブスクペイは8億9600万円ということで、合計しますと15億3300万円といった形でございます。その右側のリカーリング収益比率でございますが、これは どれだけ積み上げ式、継続式になっているかという比率でございますが、これも依然としてですね、高く 96.4% という高い比率となってございます。売上高成長率は先ほど申し上げた通りの数字となっておりまして、左下に参りますが、アカウント数も先ほどのグラフの通りとなってございます。顧客単価も同じ。で、右下の解約率でございますが、これも依然として低い 0.5% といった状態を保たさせていただいております。はい、次にビジネスハイライトの方は藤田よりご説明させていただきます。はい、では私の方からビジネスハイライトをご説明させていただきます。まずですね、こちらでですねお伝えすることとしましては、21年通期決算で、お伝えしました、2022年の事業方針に対して今どうなっているのかという進捗のご報告になります。まず大前提になるんですが、今回第一四半期になりますので、まずはこの施策の準備というところを進めております。で、プロモーション、あと営業組織、プロダクト開発。まず結論から申しますと、計画通り進んでいるというところでございます。まずプロモーションですね。ここは CM とかの動画作成になるんですが、この後ほど詳細を説明できればと思います。で、採用についてですが、営業組織のところですね。ここはですね、今期からハイクライス人材採用の強化というのを行っていって、まあ、応募、まずはやっぱり採用というのはなかなか時間がかかるものですから、応募というところのお話になるんですが、応募数がですね、ハイクライスについて約8倍という形で、面接も順次始まっておりますので、ここは計画通り進んでいるなというふうには感じております。あと、プロダクト開発ですね。プロダクト開発についても、大手顧客向けのカスタマイズ性の高い、プロダクトですね。あと、性能ですね。非機能要件といわれる性能の強化。こちらも計画通り進捗しております。
合わせてですね、やっぱり開発には組織を構築するというのはすごく大事になりますので、技術顧問の就任、あと PM の採用、あとエンジニア組織ですね、その組織そのものの強化の構築を行っているというところです。では具体的にご説明させていただきます。まずですね、CM のところです。こちらですね、動画をまず見ていただければと思います。新規事業が順調で、請求業務が大変。経理を増やさなきゃな。社長、だったらその業務、すべて丸投げしませんか？丸投げ？請求丸投げロボなら、予診から請求書発行、代金回収、督促まで、すべて代行します。あとは入金を待つだけ。すべて丸投げできるってことは、事業に集中して売上アップを実現できるんです。すごいじゃん。すごいんです。請求丸投げロボ。ありがとうございます。こちらですね、まずこの資料のですね下段に、URL が貼ってありますので、こちらにクリックして見ていただくことも可能でございます。でこちらの CM ですね、まず、目的というところなんですが、こちらの丸投げというものはですね、請求業務代行サービスという市場認知というところがポイントでございまして、まだまだこの市場認知というのが低い業務領域、あのサービス領域なんですね。ですので今回の CM はサービスメリットの訴求、あとそれの認知というところがテーマになっています。5月16日からですね、全国のタクシー広告枠で放映を開始しますので、タクシーに乗っていただける方が見えましたら、ぜひこう画面見ながら、ああこれだこれだと思っていただければと思います。次はですね、もう一つサブスクペイの動画も作っておりますので、こちらもご覧いただければと思います。そういえばサブスクビジネスを始めたいんだけど、顧客の管理ができる決済システムが見つからないと。でも開発の時間もお金もなくて。でしたらサブスクペイ、顧客管理と決済機能を搭載。サブスクペイ、毎月の自動課金はもちろん、サブスクに必要な機能がオールインワン。サブスクペイ、1週間のスピード導入も可能。サブスクビジネス始めるなら断然サブスクペイ。サブスクペイ、はい、ありがとうございます。こちら断然サブスクペイって、ちょっと断然からいくと言いづらいんですけど、勢いを持って断然サブスクペイという編にしております。こちらですね、サブスクペイというリブランディングっていうのを1月にやらさせていただきました。で、まあ、このリブランディングをしたっていうのは、やっぱりサブスクを始める、サブスクビジネスをですね始める企業様に必要な機能がオールインワンで入ってますよということを訴求したい、サービスの本来の形を見せたいというので、リブランディングしております。ですのでこの動画もですね、やはりこのリブランディングをした内容っていうのを中心にしています。実際ですね、まあ、1月にリブランディングをして、ウェブの問い合わせ、あと営業時、こういった時のお客様の会話でも、そのサブスクペイに変えた効果って大きくてですね、まあ、御社サブスク特化だから安心だよねっていうような声をいただいております。これを今度は CM を通じて、動画を通じて皆様に広げていきたいという形で作らさせていただきました。はい。でここから強、ビジネスハイライトですね、続けていきます。こちらはですね、中小バックオフィストレンド2022という形で、ボクシルアワードといわれるもの、2022年のものですね、サースを検討する企業様を比較するサイトなんですが、アワード中小バックオフィストレンドという形で受賞させていただきました。はい。次がですね、JCB 様、こちらとですね販売パートナー契約を締結しました。こちら販売パートナー契約ではあるんですが、ただ単に販売してくださいねという形ではなくですね、請求管理ロボ for JCB という形で JCB ブランドの冠をつけさせていただいて、全国の中小企業を中心にですね、中小企業様を中心に JCB の顧客ネットワークというのがございますので、こちらに JCB ブランドを載せた請求管理ロボを拡散していくという締結でございます。最後にあと一つです。こちらですね、先ほどエンジニア組織ということをお話しさせていただいたんですが、プロダクト開発強化というテーマですね、技術顧問を採用しております。こちらの相沢氏ですが、元セールスフォースジャパンでですね、プリンシパルソリューションアーキテクトという役職を務めました、方でございます。で、我々ですね、まあ、基礎に、お示しさせていただいております戦略の通りですね、大手顧客というところをテーマにしてプロダクトの戦略を作り、拡販をしていこうという計画を立てています。でその中でですね、やはり知見を生かしていただきたいというところでですね、この相沢氏に、ジョインしていただきまして、
ここプロダクトの拡張強化というのを図っていこうと。あとですね、やっぱりその組織ですね、エンジニア組織というのも強くしていく、育成をしていくというところも協力いただこうと思っています。実際ですね、この相沢氏というのはですね、個人事業主としてもですね、複数の企業でエンジニア組織の強化の実績もございますので、この知見なので、セールスフォースだけではなくて、いろいろな企業で行ってきたエンジニア組織の強化というのを我々にインプットしていただく、一緒にグロースさせていくということをやっていこうということでございます。以上がビジネスハイライトになります。最後に、費用に関しまして、CFO の久野よりご説明させていただきます。ありがとうございます。私の方から、それではですね、費用についてご説明させていただければと思います。まあ、当社でですね、主に販管費の、項目でございますけれども、広告宣伝費、プロモーション、先ほど藤田の方から、ご説明させていただきましたけれども、広告宣伝費、それから人件費、給与手当ですね、そして開発投資、この3つでございます。昨年9月にですね、上場させていただいた際に、調達資金の使途、この3つというふうに書かせていただいておりますので、こちらのですね、進捗について、このページで改めて過去の推移からですね、ご説明させていただければと思っております。まあ、この3つですね、すべてですね、すでに調達させていただいた資金をですね、しっかりと充填していることがですね、お分かりいただけるかと思います。左側マーケティング、こちらですね、CM の放映につきましてはですね、このすでに走り始めているセカンドクォーター以降ということになりますけれども、ファーストクォーターでもですね、もろもろ引き続きですね、プロモーションは強化をすでにしておりまして、将来のですね、種まきの実施を主にしております。また給与手当につきましてはですね、次のページでもご確認させていただければと思いますけれども、人員のですね、強化をしっかりとですね、行っているということがご覧いただけるかと思います。またプロダクトのですね、競争優位性をですね、引き続き強化していくというふうなところ、拡張をですね、進めていくというふうなところで、開発投資もですね、4級、それからですね、今期のファーストクォーターとですね、積みまして投下をさせていただいて、次のページでございますけれども、先ほど申し上げたですね、主に人件費、給与手当の部分についてのですね、補足資料でございます。将来の種まきとしてですね、人員の強化を、いたしますというふうなところをですね、上場時にも、ご説明させていただきましたけれども、そちら計画通りですね、順調に、進捗しているといったところでございます。参考値としてですね、一番右側、4月末のですね、数字も載せさせていただいておりますけれども、新卒中とですね、4月にもまた、人員がですね、入ってきておりましてですね、将来への種まき、しっかりとですね、プロモーションも含めて実行してですね、それをしっかりとセカンドコーティングも実行しながら、その、まいた種のですね、回収、果実としてですね、しっかりとつなげていくといったところもですね、セカンドクォーター以降も引き続き行ってまいりたいと思っております。はい、それではプレゼンとしては以上とさせていただきます。皆様、質問などございましたら Q&A から、書き込んでいただけるようよろしくお願いいたします。はい、質問はございませんでしたので、以上とさせていただければと思います。以上をもちまして、株式会社ロボットペイメント説明会を、終了させていただきます。最後に、清くより一言、お話しさせていただければと思います。はい、本日もお集まりいただきましてありがとうございました。まだ第1クォーターということで途中でございますが、引き続き、通期ございますので、幹部一同ですね、社員一同、努力して、企業価値向上と株主価値向上に向けて、頑張っていきたいと思いますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。